こんにちは、なおさんてぴです。今日は私の使っているパワーディレクター365のアップデートがありましたので、どう変わったかということをレビューしてみたいと思います。製品版は今19ですよね。その19が新商品20が発売されるんですけど、そのタイプに変わったようなんですよ。パワーディレクターのページを一緒に見ながら、どのように変わったかということをさらっと今日はご紹介していきたいと思います。お、新しくなってますよ。365のページですけど、機能向上、マスク&ブレンド、レイヤーシェイプを重ねたり、重ねるブレンドモードを変更することで芸術的な作品に仕上がります。こんな風なマスクがかけられるですね。空置き換え。お、空だけ置き換えることができるのですか。空を置き換えたり、強調する、短い、あーすごい、こんなにすごいですね。オブジェクト自動検出、オブジェクトを自動で検出したりで、はいはいはい、Thanks for visiting my YouTube channel. Don't forget to subscribe. Hi everyone, it's Jessica. And Mauro. And welcome to our ultimate guide on how to become a YouTuber. In this video, we give you an overview of all the best practices and strategies to become successful on YouTube. タイトルを自由にデザインする、することができるようになります。映像のソフトっていうのはこの文字入れが結構できないことが多かったりしていたんですけど、ここは進化したってことですね。これが機能向上した部分ですね。あとはラットマッチカラーは一緒。お、シェイプデザイナーも機能向上したみたいですね。さまざまな形のシェイプを作成することができます。文字に自動でフィットしたり、キーフレームで動かすことも可能です。お、これも機能向上。曲の長さを自動で編集。おお、曲の長さを自動で編集することができるんですって。曲の長さをキュッと縮めると、ほら、ポツッと切れるわけじゃなくて、それにちょうど合わせたものに曲を自動で編集することができるようです。他には、拡張ロイヤリティフリー素材。機能向上、画面録画。画面録画はできたんですけど、何か向上、機能が向上したみたいですね。お、ニュー、ライブ配信、YouTube や Twitch などの人気サイトへ動画をライブ配信できます。クロマキー合成やウェブカメラを追加して、録画も可能です。ライブ配信がパワーディレクターでできるようになったみたいですね。すごいすごい、編集時間が大幅に節約できるようになりました。最高 7.6 倍、チュートリアルがどんどん増えていますっていうことのようです。今度の土曜日ぐらいにパワーディレクターのチュートリアルで有名な大学35年生という方がおられるんですけど、その方が新しい機能についていろいろ解説されるようなんですよ。ですけど、これは楽しみですね。どんな機能なのかっていうのを一つずつ、やっていきたいところなんですけど、ちょっとそれはこれからの動画で、この機能を満載しました動画を作っていきますので、よろしければチャンネル登録してこれからの動画をお待ちください。はい、起動していきますね。こちらにアップデートというものが出てきまして、19から20に変更されるアップデートがこちらでできたようです。さあ起動していきましょう。さあどのように変わったか、動画編集ソフトの決定版になったみたいですね。じゃあこれを見ていきましょうね。さあ始めましょう。何が変わったかということを見ていきたいので、何か取り込まなくちゃいけないんです。何かあるとてりちゃんを、私使いますので、ちょっとどういう映像なのかを見てください。
あ、お利口にお座りしましたね。はい、今いろいろイラっていたんですけど、文字を入れまして、文字をカチャカチャ、ちょっと分かりやすいようにデフォルトの文字使ってみますかね。で、これは今までと同じ普通なんですけど、ほら、この境界線のところを見ますと、境界線1って出ているんですよ。で、境界線、こうやって、ね、境界線、こうやって増やすんだけど、1っていうことは、2もあるってことですよね。で、どこかなと思って、詳細、カチャッとしましたら、ほら、プラスマークがつきまして、カチャッ。なんと、境界線2が出るんですよ。で、別の色を配置して、これをまたぐわーっと大きくするということができるようになりましたね。まだ増やせるのかな？お、境界線、境界線が3になりましたよ。境界線3を、じゃあ、白にしますか。で、サイズをもっと大きく。これが文字入力が進化したっていうところですね。境界線は、あ、境界線は3までしか増えないですね。すごいね、でも。はい、次に空の置き換えをやってみたいと思います。どの映像を使いましょうかね。こちらは、ここを使いましょう。こう上がっていくところで空が大きくなっていきますので、こちらですね。こちらに AI 空の置き換えというものがありますので、このプラグインから開いていきます。すると、何を選びますかというものが出てきますので、こちらで何を選択するかを選んでいきます。今の映像はこちらですね。で、長い映像ですと、時間がかかりますので、短くしていった方がいいんですよ。はい、このバーを利用して、ここから、ここまでを使いますっていう風に範囲を指定します。これすごく時間かかりますので、レンダリングに時間がかかりますので、短ければ短い方がいいと思います。はい、それで範囲を決めましたら、次は空の色を選びます。空の色はあらかじめたくさん入っておりまして、ほら、このように建物があると空が地平線だと分かりやすいと思うんですけど、建物とか入り組んでいると AI がちゃんと空と認識するんだろうかどうなんだろうかっていう不安があるんですけど、これかなり精度よく空を認識してきれいに置き換えてくれてましたね。これは本当に素晴らしい技術だと思います。で、選びましたら新しいものを生成するというボタンを押して、そしてレンダリングが終わるまで待つということになります。数秒の動画でも30秒ぐらいはかかりますので、これは覚悟しておいてください。はい、こんな感じですね。おー、いいじゃないですか。いろいろな映像をどん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 作っていって、これをオープニングの映像にしていきたいと思いますので、ここまでご覧いただいた方ありがとうございます。オープニングに戻っていただいて、どのような出来なのかということをご覧いただければと思います。はい、今日はパワーディレクター365で大型のアップデートがありまして、製品版で言うと19から20に変更されて、いろいろな機能が追加されましたというレビューでした。ここまでご視聴いただきありがとうございます。